さん今お店にペチュニアの種類が出てると思うんですけど、こんな感じでちょっと伸び気味のペチュニアを、わざと集めてみました。ペチュニアを植える時の基本的な植え方をやってみたいと思います。こんなプラスチックのプランターに、ペチュニアだけを植えます。で、ペチュニアを植える時にもう思い切って剪定して植えたいと思います。まず底石を入れます。プランターにはもともと底の網がついているんですけど、この上にさらに底石を入れます。本当はヒューガの、10粒とかでいいと思います。うっすら引きました。土は赤玉中心の水はけのいい、水持ちもいい培養土です。肥料も入ってます。虫がつかないように最初にオルトランを混ぜておきます。ペチュニアのプレミアムセレクション、これをまず植えていきます。根っこは、回っている分ほぐしていきます。これぐらい根を広げてあげて植えます。このままお水をあげて飾っておきたいところなんですけど、今日は剪定をしたいと思います。剪定をして、もう少し葉っぱと葉っぱの間が詰まっているようにコンパクトに仕上げて花をびっしりつけたいと思います。こんな感じで刈り揃えました。もう一つも同じようにして植えていきます。チャーミングベルのリン、これも同じようにカットしていきます。だいたい5センチ未満ぐらいに、株元から5センチ未満ぐらいにカットしてます。たっぷり水をあげたのでこのまま日向で管理したいと思います。ちょっとだけ、脇芽が大きくなった気がします。で、植えた時にたっぷりお水をあげて、今日初めてもう一度2回目の水やりをしたいと思います。明日から雨なんですけど、今日はいい天気なのでお水やりをします。土の状態はこんな感じで少し乾いてる感じなので、今日の分だけの水やりをします。じゃん、子供のゾウさんのジョロ。水はけのいい土なので、結構さっと水がはけます。はい、植えてから1週間が経ちました。7日目です。だいぶ、脇芽が大きくなって花芽も少しできてきました。で、株が横に張ったのがすごくよくわかります。今はこんな感じで乾いてます。明日の朝またお水をあげようかと思います。植えてから10日が経ちました。10日目でチャーミングベルの方
の1輪目が開花しました。お水は2日前にあげてからあげてません。プレミアムセレクションの方も1輪目がもうすぐ咲きそうです。昨日お水あげたので今日はあげません。土の状態はこんな感じですね。ちょっと水分あるかなって感じです。今日一日は快晴ですが持つと思います。こっちのペチュニアも咲きました。チャーミングベルはこんな感じで2輪咲いたままです。昨日雨で、今日は曇りで風がきついんですけど、気温もそんなに上がってないので土は結構カラカラに乾いてるんですが、今日は水やりをせずにこのまま、お外に置いておきます。雨の時は軒に入れてたので土はだいぶ乾いてます。こんな感じで白く乾いてます。でも、葉っぱ自体は、結構張りがあるので今日はお水やりはなしで、明日の朝あげたいと思います。3日ほど水をあげてないので今日の朝はあげたいと思います。いい感じで葉っぱが柔らかくなってます。100均のゾウさんのジョロでできるだけ、土のところにあげてます。ペチュニアの上からはかけないようにしてます。そこまでドボドボにする感じではなく1鉢に1リットル分ずつあげました。これで次また表面の土が乾くまで、日当たりのいい風通しのいいところに置いておきます。5月5日16日目、今日は昨日お水あげたのでちょっと土は乾いてそうだけどまだ葉っぱに針があるので今日は水なしにします。だいぶつぼみが大きく膨らんでます。で土も見えないぐらいに株が張ってきました。今は曇っているんですけど今日は25度ぐらいまで上がる予報で晴れなので、で明日が雨予報なので、今日のうちにお水をあげたいと思います。で花芽がだいぶ膨らんできました。今日も1リットルあげました。もっと根が張ってくると1リットルでは足りないかもしれないんですけど、今のところこれ1杯1リットルで、2日ぐらい晴れて2日ぐらい持つ感じです。植えてから18日目です。昨日雨だったので土は少し湿ったままです。なので今日はお水をあげずにこのまま管理します。だいぶ株が張って大きくなりました。花芽もすごくついてきてもうすぐ一気に開きそうです。だいぶ、土は乾いてます。
雨続きで2、3日お水あげてないので、今日はあげようかと思います。多分あげなくても大丈夫な気もしますけど、だいぶ咲いてきました。で、鉢が見えないぐらいまで、株が広がりました。と、夜の温度が寒い、1桁の日とかが続いてたので、少し、スピードは遅いですが、株が大きくなって、表土も見えなくなってきました。また1リットルぐらいあげました。1リットル弱ですね。多分今日は曇りであげなくても大丈夫だと思うんですけど、お留守にするので1リットルずつあげました。はい、ペチュニアを植えてから21日経ちました。あんなにカットしたのがこんなに、株を張ってくれました。これを植えた時は、寒い日も結構あったり、雨降った日も多かったんですけど、20日ぐらいでこんなに、こんもりした株になります。ペチュニアも品種によって、横に広がりやすいタイプとか縦に伸びやすいタイプとかいろいろあると思うんですけど、ぜひ、皆さんも、ペチュニア植えるときは、こんな感じでカットしてから株を張らして次のお花を楽しんでみてください。で、次の剪定はここがもっともりっとしてきて、もっと株が張ってくると思うんですけど、真ん中にお花がなくなってきたり中が混み合ってきたりしたら、刈った時と同じぐらい剪定短くカットしてあげて肥料を足してもう一度咲かせるっていうのを繰り返すと長く楽しめると思います。今回はペチュニアでやってみたんですけど、今後もいろんなお花でやってみたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。